藤枝の FC の、背番号9番大石です。朝起きてやることは何だろうな。朝起きてシャワー浴びます。シャワー浴びてご飯食べて、でゆっくりして家を出ます。いつも食べてる朝ごはんをちょっと紹介します。卵がね、今日生卵なんですけども、こんな難しいな。まあこんな感じです。もち麦に生卵、これめちゃくちゃ角度悪いかな。サラダ、味噌汁といった感じの朝ごはんを食べてます。本当はね、生卵はね、電子レンジでちょっとチンして食べるんですけど、今日はなんかちょっと美味しい卵を買ったんで、卵かけご飯で食べようかなと思います。いただきます。ご飯食べるときは野菜とあったかいものから先に食べてます。今回のお題を3枚引きたいと思います。お気に入りの私服でコーディネート紹介、こだわりを解説。はい、これ1枚目です。であと2枚ね。藤枝マイ FC で一番ピッチ内外で印象が変わる選手。はい、これ2枚目。これをあれね、取りながらやるってことですね。あ、そうです。背番号が自分の一つ前の選手のいいところを1分間褒め続ける。はい、ブチのことを1分間褒めるというお題を引いたので、部長で1分間褒めたいと思います。いっぱいあるでしょ。まあよく考えたら多分部長で1分間でしょ。そこそこあると思うんだよね。いや、真剣なやつかな。そうだよね。え、これでで、ここから4スタート1分のこと。いや、もういや、わかんないけど、どっかしら切るんじゃない。1分間なんかくじ引きみたいなやつがあったんですか。そうで、1個前の背番号選手を1分間褒める。いや、何引いてくれてんすか、マジで。お題を。いや、うち褒めるサッカー面かな、まず。サッカー、じゃあまずサッカー。いや、まずね、やっぱうちのことどういう印象かってみんなに聞いたら、みんな口揃えてやっぱサッカーうまいよねっていうふうに言うよね。と思います、やっぱり。
技術は本当高いし、ね、技術高いゆえにあのたまにわけわかんないスーパーゴールとか決めるんで、やっぱ外国人選手っぽいような無理聞くシュートとかめっちゃ褒めてる、めっちゃ褒めてる気持ち悪いいやそういうところはやっぱすごいなと思うし、やっぱサッカー上手い人は僕自身も憧れるなっていうところで、岩渕選手は相当いい選手だなと思います。これもどう1分どうでも、もう1分だいぶ褒めたじゃんまだ一つしか言ってないような気がする。サッカーのことしかもっともっとこれね、褒められる側からしてもね、もうなんかなんですか、そう、私生活はどうですか。もうお腹いっぱいになって1個で1個でお腹いっぱいあと何だろうね。じゃあオフザピッチ、そうですね、オフザピッチ、はい、いや本当にこうなんだろうね、人に好かれやすいような性格を知るし、あの話しやすく、あのあんまブチのこと嫌いっていう選手はやっぱり聞いたことない。ありがとうございます。あんま普通にいや本当ね、後輩だけどね、本当にあのね、いいやつだと思います。オッケーでしょ。うるせえお前。はい、もうオッケーでしょ。もういいでしょ。もういいでしょ。ありがとうございました。あの人、ピッチ内外で印象が変わる選手、ミッさんでもいいですか。なんで。なんでよ。いや変わるでしょ。最初から最後まで最低。最初から最後まで最低。お前。はい。ミッさんでもピッチ離れると優しいじゃないですか。お前あれどうやっていきなりもう取れながら始めてんのもうやめて。ピッチではやっぱ一番厳しいじゃないですか。えピッチでは厳しいけどピッチ以外ではすごい優しいじゃないですか。いつもめっちゃ丁寧よピッチ外で肩ぶつけてあげてんもんということでピッチ内外で、一番印象変わる選手は秋元選手でした。顔分かってるよえー、今日は、スペシャルゲストに、来てくださいました。奥田大二郎さんです。どうも、奥田でーす。いや、違うから。これで奥田知ってんのは、まあ、明治の人と、もうだいぶ前の藤枝麻由氏の人だけ。やめろ。ボルダリングしてねえから、俺。じゃこれ身内ネタすぎるな、やばいなこれは。奥田ね、いや奥田大二郎向けにちょっといいよ、もうこれでいいや。そうね、確かに仲良かったからな俺は。仲良かった。じゃあ今日はちょっとあのパク選手とちょっとだけ、いろんな話をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますとりあえずさ、パギのさ、自己紹介みたいなさ、ちょっと軽くやってくれって、いや違う、俺がね、ウィキペディアの、読むから合ってるか教えて。オッケーオッケー、そっちはいいね。オッケーオッケー。2012年朝鮮大学校から JFL の藤田麻由氏に加入。うん、合ってます。おお。2013年関東一部 FC コリアに移籍。うん、合ってます。その同年の国体では東京都選抜に選出され準優勝した。うん、合ってます。マジか。で2014年に再び藤枝麻由氏に移籍。いやー合ってるわ駐車場で俺の悪口言ってたね、二人で。榎本あいつなんだみたいな駐車場事件あったね。あ、駐車場事件な。あの時パゲうざかったもんな。うざかったよ。そんなエロさんとも仲良くないくせにさ静かくだからちょっとさ話しててだけだね。いやー面白かった。2016年より FC 琉球に完全移籍。うん。で2018年に J3 優勝、うん、J2 昇格に貢献。うん。2019年 J1 マリノスへ完全移籍。うん。でシーズン序盤は控えであったが、J1 第5節、サガン鳥栖戦で飯倉大樹からポジションを奪うと。ひろき、あ、マジごめん、それはすいません。ひろきからポジションを奪うと、途中離脱はありながらも正ゴールキーパーに定着。12月7日、
マリノスの、15年ぶりの J1 優勝を決めた、第34 FC 東京戦で得点機会阻止のファウルにより退場処分を受け優勝ピッチでは立ち会えなかったが優勝に貢献した。はい、合ってますね。合ってるね、これ、うん、で、なんだこれ、これも長い、もういいや、長いからカット。もう長いね。ああ確かに。鳥栖に移籍。あ、移籍、オッケー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 、大丈夫だよ、もう間違ってない全然正解です。そうだ、で、俺、藤枝で一緒、俺が一緒になったのは2014年だね、うん、14年度、15年度だよね。そうだね、その2年間だよね。え、で、次はその15年度終わって、うん、山口行ったっけ。俺はね、え、栃木行ってる。あ、栃木だね。そう、J3 に降格した時の栃木に移籍してる。はいはい、ああ、そうだね。あの時結構出てったもんね。そう。もう、秋田行ったんじゃなかったの？そう、俺ら、あの時試合出てた、誰、ケン、久富ケンとか、うん。あと、マサヤは、佐藤マサヤは。あ、引退したんじゃないかな。引退したっけ？多分引退してると思うな。マサヤ引退して、結構出れたんだよな、確かその年に。そうね、うんうんうん、そう出たね。そうそう、で結構いなくなってって感じだったかな、うん、そうだね、うん、で、ちょっと待ってよ。んーで、まあ今のが一応パーギーの自己紹介。うん、うん、で、いや、ウィキペディア読んだだけや。ガツだな。じゃあ、自己紹介お願いします。いや、ごめん、すいませんでした、すいません。はい、パク・イルギュ選手です。はい、よろしくお願いします。で、パギーのさ、藤枝バウシーに入るきっかけっていうのを教えてほしいんだけどさ。きっかけか。きっかけ。で、キーパー、あの時さ、うん、キーパーみんな、いなくなるっていう話になって、うんうん、J3 上がったタイミングで。はいはいはい。そう、だから、そう、あ、キーパーいないんだったら行きたいなと思って、うん、セレクションを受けさせてもらって、うん、あ、そうで、セレクションでその時松がいて、うん、松本、ああ松、ああ松、ね、お前画像止まって目がこんなになってる。いや、え、パギもよ。お互いが止まってた多分今一緒、お互いの、うん、で松がいて、松は一発で合格したのよ。あ、そうなん。そう、そう。で、俺と何人かは練習参加して、で、うん、練習参加、だから一緒じゃん。次、練習参加一緒にして。ああ、あの時か。うん。そう、あれで合格もらったって感じ。次もあの時でしょ。あ、そのさ、前にさ、藤枝にいた時は ?JFL の時は。ああ、そっちね。そっちはセレクション。あ、セレクション練習参加だね。あの時は。あの時、その時は練習参加なんだ。そう、その時も練習参加。もう、なんかね、もう、いや、結構ね、終盤で、うん、全然チーム決まんなくて、いろんなチーム行ったんだけど、うん、JFL とか、うん、もう文字で決まんなくて、うん、最後俺の大学の先輩、1個目の先輩が、うん、藤枝前市入団してて、うん、で、それで、ちょっとお前、じゃあうち練習来いよって言って、練習参加行ってて、取ってもらったみたいな感じ。あ、そうなんだ。それ、あれで JFL の時だよね、確か。そう、昇格した年、うん、1年目の年、うん、そう。キーパーも少なくて。じゃああれか、2回目さ、藤枝入った時さ、うん、呼ばれたとかじゃなくて、もう自分で。そう。ケンとかにも連絡して、ちょっと練習参加行くからマジコビ打っといてっつって。あ、そうな。そうそう。あ、じゃあもうほんと、じゃあまあ、行っちゃ古巣だけど別のチームに、またセレクション受け行ったみたいな感じ。そう、もうそんな感じ。あ、そういう感じか。なんか古巣にだから戻って呼ばれたとかじゃないってことなんだ。あ、全然。うん。そうなんだ。まあ、藤枝真由志在籍時代の生活、どんな生活してたか。俺は、女子のルクで真由志があったから、うん、そっちで夜は仕事してたね。ああ、そうだ、ね。させてもらって、うん、午前中サッカーやって、うん、ルクで真由志立ち上がって、うん、キーパーコーチっていう形で、うん、女子のサッカー、キーパーコーチやらせてもらって夜。うんうん、そう、それで、その、生計立ててたって感じ。あ、まあまあまあ、でも午前中練習して、まあ、夕方ぐらいだよね、確か。夕方、ね、夜か7時ぐらいからだ、うん、夜7時から2時間ぐらいだから、うん、まあまあ別にゆっくり休めるし、練習終わった後は、うんうん、当時のさ、うん、思い出、サッカーで一番楽しかっ
った思い出とプライベートで一番楽しかった思い出。いやいやいや、サッカーで一番楽しかった思い出は、うん、俺結構さ、あれ天皇杯とか俺楽しかったんだけどさ、俺は。ああ、天皇杯楽しかったけど、俺は結構1年目の、うん、やっぱ長野パルセイロの試合が衝撃的すぎて、お前が4点取った時、ああ、あの時の、いやいや、あの時やっぱ楽しかったよね。長野強いっていうのは知ってたし。ああ、そうだね。だその確か、前の年が確か優勝してんだよね、長野が。確か、うん、そうだよね。確かだけどなんかスタジアムの問題かなんかあるから上がれなくてみたいな。だからその相手に、しかも多分サンセスとかちょっと早い段階で当たったんだと思うんだよね。そう、よう覚えてんな。そう、うち4点取って、あん時はやっぱこう楽しかったし印象深かったね。ああれマジ序盤じゃん、あん時なんて。まあ、まあ逆に次衝撃的だったのはあれでしょ、あの J3 の開幕戦でしょ。開始多分14秒ぐらいで町田だよ、町田ゼルビアやな。町田、そうゼルビア、しかもあの遠藤さん、遠藤圭介だっけ。ああそう、あそっか、藤田ねいたもんね、そういうね。俺一緒にやってないけど、次一緒にやってる。俺やってない、やってない。あ、やってない、そうそう、うん、あの人に決められて。あの時まだ、すぐ帯同してないでしょ、怪我なんかで。そう、俺怪我。嫌だったんじゃない。俺確かに2月ぐらいに入って、うん、で、すぐ怪我して、で、開幕と2節ぐらい間に合わなくて。うん、そうだよね。でも、うん、でもさ、町田にさ、全員さ、あのメンバー外もバスで行ったじゃん。え、そうだったっけ。そうだ、なんか、なんか開幕。あ、見た、そうそう、で、見たんだ。そうそうそう、全員開幕戦だからつって見に行って、もうボッコボコにされて。ボッコボコね。ボッコボコ、何にもできなかったよね、あれ。できないね。きつかったね、あの時は。きつかったなぁ、あれはなぁ。そんな感じだ。印象に残ってるのは、次、やっぱ4点取った時は、もう衝撃、いや、こいつやっぱやべえわ。しかも多分、その時が、うん、それこそ怪我で出遅れて一発目の試合だったと思うんだよね。ね、多分その前の週に、福島かなんかの、後半のね、途中でね、ちょっとだけ10分15分確か出てんだよ。あ、そうか。じゃあ、スタート初めてだったんだね。そうそう。確か初先発で、でも前半30分ぐらいでも3点ぶち込んでて。いや、もうすごかったね。いや、勢いだったよね、あれはね。そう。それが一番すごいな。まあ、印象残ってきた。マジか、それなんだ、藤枝のその2年間で。だから、天皇杯はあれだよね。なんかもう、天皇杯の時やたら勝てるもんな、俺ら、本田に。いやー、なんか2年連続ね、本田に勝ってさ、その後からだって本田全部出てるからね。そうだよね、うん、俺らが抜けてからは多分全部言う。だって次お前がハットリックした時だっけ。うん、7-2だっけ、あの時7-2、ホンダに7-2なんてさ、ね、今じゃ考えられないよね。結構衝撃的だよね、多分前。そう、しかも結構前半で確か、うん、ね、4-0、5-0とかだったかな、確か違ったかな。4点、そうそう、4-0、5-0、そう、4-0か5-0だよ。そう、多分俺前半で多分ハットリックしてんだよ、確か。止まってる？じゃあ、OK、直った。OK、大丈夫、次。うん。そう。え、だって前半でしょ？次、あの、ループシュート決めたやつ。あ、そうそう、あのな、奪って、前からプレッシャーかけ奪って、ね、ロングシュートみたいな感じだったな、あれな。ロングシュートね。うん、そう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 。あれ、今年、うん、似てるの決めてない。どっか相手、福島かな、違うかな、去年かな、それ次。去年ハットリックした時、なんか途中もう10分ぐらいでハットリックした時覚えてる。10分か20分ぐらいで、いつポンポンポンって3点取って。いやー、どこの試合かちょっと忘れたけど。え、お前に俺が藤井行った時、じゃあここ最近、今年か去年かの話、多分次が藤井がまた戻って。ああ、じゃあ去年のあれかな、ハットトリック。あれじゃない？俺多分、岩手、グルージャの試合で、後半から出て、で、そうそうそう。確か、そう、出てすぐ、何分？ 20 分ぐらいで多分3点ぐらい取ったかも。ああ、なあ、多分そうだよね。うん。その時に多分、ループシュートっぽい。3点目がなんかちょっとループシュートみたいな。うん。うまいなぁと思って、ああいうのも。あんなんでも俺、今まで決めたことなかったからさ。え、ないじゃん、ないじゃん。そういうタイプじゃないじゃん。ワンタッチゴールじゃん、どちらかというと。そうそうそう。でもそれもね、ワンタッチゴールだったんだけど、一応ね、ループも。あ、そうだ、来たもんね。抜けてそのまんま打ったんだけど。はいはいはい。もう俺、あれ運んだら絶対ディフェンス追いつかれるなと思って。もう足遅いからな。そうそうそう。もう、早く打っとこうと思ってさ。そしたらもうあの選択肢しかなかったね。そう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 。だからもう、マジラッキーだよ、あのゴール、俺からしちゃう。いやいやいや。ただのラッキー。技術ないとできないでしょ。あ。マジすげえ。
でプライベートでさ、一番楽しかった思い出というかさ、うん、まあ、仲良かった選手と、プライベートって俺らもう同期仲良すぎるから、あの時あ、まあ、やっぱあそこでこう試合終わった後飯行ったりするのがやっぱ楽しかったよね。あー、そうだな、日常が常に楽しくない、うん、もうあの練習終わった後とかさ、うん、もうオフになった瞬間のもうお前がもうあの望月十二とかいじるあたり、十二君とかもういじったんだよ。もう先輩は先輩だと思わない感じでいじってさ、畳みかけてみんな行くみたいな。じゃあ 俺らさ、当時さ、金、お金全然みんな持ってなかったじゃん。うん、なんかそのお金がない範囲でさ、もう頑張って俺ら楽しんでたじゃん。うん、楽しんでたね。ほんともうさ、いかに安くご飯を食べるかっていうのでさ、俺ら、あのチームのさ、あの割引してくれるさ、温泉行ってさ、そこで、名前行く。苦しような、苦しよう、苦しよう、苦しよう。ながらみめちゃくちゃ頼みながらさ、頼んで、ながらみ切らして、で、64持ってこさして、黒潮温泉スマブラして。もう本当にな、あの、お金がなかった頃が俺一番楽しかったんじゃないかなって思うよね。いや、でも楽しいよね、確かに。うん。ね、こう考えるもんね。そうなんだよな、マジで。みんなで割り勘してさ。そうそうそう。いや、あれ楽しい。だから、まあ、ああいう日々はもうシンプルに楽しかったけどね。ずっと懐かしい。本当なんかさ、楽しかったしさ、なんか思い出が濃いよね。あ、濃すぎる、あの2年間は、うん、本当に本当濃かったな、楽しかったし、ね、俺とさ、パギさ一緒に住もうって言ってたもんな。あ、本当に言ってたもんね。静岡で探し出した。不動産見に行ってな。なルームシェアしようぜって言ってから、本当にじゃな、マジしとけばよかったなって思ったな、今思う。いや、どうだったんだろうな、してると。いやおもろかったと思うけどな、それはそれで。めっちゃ俺ら仲悪くなってた可能性もあるよ。可能性もあるよ、あるよ。それはある。なあ、どっちか、あるよな、マジでな。あるある、うん。なんかさ、藤枝でさ、逆に、その、なんか、苦い思い出というかさ、なんかこの、なんかこれ辛かったなとかさ、俺一個あんのがさ、なんか、うん、あん時さ、なんかいろいろチーム迷走しててさ、うんうん、なんか試合やったのに次の日先発とかさ、一番最初やってたじゃん。覚えてる？あ、やってたね。うん、あれとか、さすがにやばくねってなってたじゃん。確かに、確かにな。なんかもうとにかくこう、両でカバーするみたいなとこはあったかもしんない、ね。あー、よう走ってたもんね。走ってたんだけど、先発めっちゃやってたんですよ、ね、思うと、なんか普通に。しかもさ、パギも普通に走ってたじゃん、確か。普通に走ってたな。先発走ってたよね。先発走ってた時あれば、多分1004で終わらせてもらって、そこからキーパーレーションやでもね、先と普通に一緒に走ってたもんね。一緒に走って、全然普通に走ってた。ね、普通にしかもパギ走れるっていうね。そうね、割とこう走れる部類だったから。やっぱみんな結構走れるよね、あの時の藤枝も。うん、まあ、走れない選手。てか、今思ったらさ、若い選手ばっかりだったよね。そうだね。だって俺らがさ、次24とかの年でしょ。そうそうそう、24で、確か上の方だったよね、確かね。そう。で、もう下、大卒がいて、うん、ね、あの、だから、あの、水木とかさ、龍大組が多かった、3人で。ああ、そうだね、水木。石井とさ。あ、石井だね。そこら辺では若かったから、そう、若かったよね、チームは、うん、多分一番上が、まあ、いちさんいたよね、市川大輔さんね。そうだね、いちさん、うん、でもその下が多分あれだよ、あの奈良さんとか、奈良林。あ、そうそうそう、とか、多分 それぐらいだったよね、確かね。カズさんとかね。うん、奈良さん、内田和志の代かな、うん、あ、西くんいた。ああ、そうだ、西さんがいた ね、そう、西さん で、その下、あれだね、内田和志の世代、奈良林の世代で、望月十二でも俺らだもんね。そうだよな。だから俺らが、だって中心とか一番暴れ回ってたもんね、だってね。ああ、そう、うん、そう、もう好き勝手してた。いや、まあ俺らっていうか、まあ、継ぐ年が暴走して遊んで、そこにこう、みんなが乗っかる、乗っかるみたいな。いやー、俺、キレキレだったもんな、いろいろな。ああ、やっぱもうキレ落ちた。キレ、いや、だい、ちょっと静かになったな、だいぶな。あ、静かになったな。うん、だいぶだいぶ。なんかさ、パギさ、藤枝でさ、成長できたと思う部分ある？藤枝で。いや、もうなんか、まあ、メンタルとか人間性のところじゃない？サッカーっていうよりかは。おー。どちらかと。ああ、ああ、ああ。なんか俺がさ、強い、
一番パギが成長したのさ、俺琉球のさ、あの J3 優勝した年、うん、俺あん時に一気にめちゃくちゃ伸びたなってめっちゃ思ったの。あ、自分でもそこは感じてる、めっちゃ。なんかさ、なんかきっかけというかさ、なんか誰かの出会いとかなんかあったの、そういうの。うん、急に多分次なんか今までこう積み上げてきたものが急にそこでバーンって花開いた感じ、俺のイメージで。それなんどうしたの？特になんか、うん、いやだから自分わかんない、きっかけがわかんない俺も。なんで自信なのかな、次やっぱそこら辺って。ああ、まあまあまあやってきて本当にもうやばいって思ったのかな、うん、ああ、でもさ、もともとさ、うまくいっちゃう、うん、なんかもともとでもさ自信持っててやってたじゃん。そうだね。で、足元もさ、もともとさ、ボール回しとか一緒にさ、あの入ってても普通にできたりしてたじゃん。で、それでさ、なんか、急にさ、その自信がピッチでさ、そう表現できるようになったじゃん。ああ、そう、そう。だから、それは、俺も正直って何なのか分かってない。ただ、うん、それを感じ取れるようになって、その3年目は。うん、うん、うんうんうん。だからもう、とにかく自分が思うように、やろうって思ったら、なんかぐん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 こう結果出てって、うん、実に優勝もできたから、正直きっかけわかんないけど、とにかくなんかその、今までこう、思い描いたプレーがなかなかこうできない時期とかあったの、藤原の時とかも。ああ、そうだ。合わないっていうか、うん、それがやっぱなんかもう全部合う、このフィーリングが。おー、まあ、これやりたいと思ったら、そのプレーが実行できるみたいな。になったか。でもやっぱそれは経験なのかもしれないですけど、ああやって、藤原的にさ、めちゃめちゃミスしてたじゃん。そうだね。シュートとか しに行って、やっぱりこう空振りしちゃったりとか、変になんか突っ込んで、なんかあの、PK もらって退場しちゃったりとか、そういうものが、一つ一つちゃんとこう肥やしになって、なんか、藤原の、琉球の1、2年目も、うん、やっぱりちょっとやっぱすごいミスも多かったし、わけわかんないミスも多かったけど、そうなんかそこら辺が徐々になんか、自分の中でちゃんとなんか整理されてって、やっていいプレーやっちゃダメなプレーとかっていう割り切りだったり、そういうものがなんかあの3年目に急にもうなんか俺も全然わかんない、うん、急になんかバーンってピッチで表現できるようになって、だからあ調子いいんだなと思って、だからこの調子いいままそのままなんかプレーしてみようと思ったら、本当にそのままトントントーンっていけたって感じかな。すごいな。でも前からさ、その向上心とかさ、もうその成長して上に行きたいっていう気持ちはさ、俺らのさ代は結構あったじゃん。もう上目指してる選手だっていうのはさ、パギーもうその昔からそういう選手だったじゃん。めちゃくちゃあったね俺ら。ね、それはもうお互いもさ、それで刺激し合ってたっていうのもあるしさ、だからまあそういうのをさ、こう本当にこう積み重ねて、積み重ねてさ、もうそんとただただ積み重ねた結果がそこでうまくはまったっていうだけなんだよね、多分。ああ、ほんとそうだと思う、俺は。うん。そうそうそう。なんか特別、例えば誰かの出会いとか、何かにこう、触発されてとかっていうわけじゃないってことなんだよね。うん。そうだね、正直。うん。うん、そういう意味では、その、なんか、藤枝の時は、こう、なんか、うまくこう表現できなかったの辛かったかもしれないね。表現できてないというか、自分が思い描いたプレーが、やっぱ、こう、なかなかこう、できなかったみたいな。だって、もう多分、それは実力なんだと思う。今思うと、やっぱり。その時は、やっぱ、その実力じゃなかったから。だから、自分のなんか、その、いい時とか、あるじゃん。自分のなんか、過去、いや、もっとこれ、大学時代だったら、もっとこう、普通に、あの、できてたのになとかっていう、こう、なんか、どうしてもやっぱ、照らし合わしちゃって。あ、なんかやっぱ昔の方ができてんのかな、できてたのになってなんか自分でなんか勝手にそういうことをなんか言い聞かしたりしてて、なんかやってて、なんか結構本当に意味つく、多分自信持ってプレーできてない時間が長かったから、ベジラの時は一緒にやった時は、そうで結果も出てないからさ、なおさらチームとして、まあ そうだね、そうそうそう、だからそれはある、ね、なおさらそこら辺に多分本当に意味多分自信持ってなかったから、そこがやっぱり琉球行って、やっぱちょっとずつこう勝てるようになって、チームとしても、3年間同じ監督のもとで、もうプレゼンにずっとほとんど移籍することなく、むしろ逆に外からこう、しっかり、ポイントポイントでこう足りない選手取ってきて、チームのこう成熟度上げて、やっていく中で、やっぱりある程度さ、すぐこう、個人じゃなくて、チームでガッて一つになって戦えればさ、そんな大崩れってないじゃん。ああ、そうだ。正直。え、パギアさ、今さ、すごいと思う選手、目指してる選手っているの？うん。
すごいと思う選手か。やっぱなんか東口さんとか、おガンバの、あと、まあ、やっぱ西川さんとか、権田さんとかはやっぱすごいなって思うから、やっぱ J1 来て改めてすごいなって思う。こうテレビでずっと見てたからさ、うん、そうそう、そこはすごいなって思う。やっぱ同じピッチに立って一緒にプレーすると改めてあ、本当すごいんだなっていうのをこう感じる。ああ、やっぱ違うよね。その見てるのと一緒にやるのじゃ感じ方が違うもんね。うん、うん、どっしり感すごい。おお、それプレー面とかじゃなくてまずそこなんだ。そうだね。やっぱこうパッて立って、あのゴール前に立ってるあの佇まいが、あ、これ安心感あるだろうなみたいな、うん、味方の選手は、うんうん、後ろにこのキーパーいたらもうやっぱ安心してプレーできるよねっていう、思いっきりプレーできるよねっていうのを、うん、この逆側で見てても感じれるぐらい、やっぱりなんか存在感とか、うん、どっしり感がすごい、うんうん、それプレー面ではなんかあんの、やっぱこれやっぱ俺やっぱりこう動くキーパーだから、うん、どっしり感っていうかさ、うん、俊敏性の方だから、うん、じゃなくてやっぱりもうちょっとやっぱ俺はどっしり感欲しいなって自分で思ってるから、こう、うん、安心感を与えるような、そうそう、打たしても荒れてる打たしても大丈夫とかさ、あ、はいはいはい、後ろにパイがいればいいみたいな感じに、こうもうちょっと全体がなるようになれば嬉しい、うん、あのいいなって思ってるから、やっぱそこら辺は結構プレー見るようになったね。おお、それ見てさ、例えばその練習でなんかやってることとかあんの？さっきのさ、そのどっしり感っていうか、その存在感みたいなさ、なんか今の自分に足りないものみたいに言ってたじゃん。うんうん、それで、なんか今練習とかじゃないけど、なんか意識してることとかあんの？意識してること。なんか、全体見るようにはしてる、ゲームの。流れじゃないけど。はいはい。もうちょっとこう、早く流れ読んであげて、ちょっと早めにコーチングするっていうのは結構今意識してるから、おー、うん、もうプレー面とかよりもその全体を見て、そのもうコーチングとかの質を上げるっていうところ、そうだね、うん、そこを今ちょっとトライしてるかなっていう感じ、うん、まあ、でもそういう風なさ、やっぱすごい偉大な選手とかと一緒にさピッチ立ってさ、本当感じることってやっぱいっぱいあるんだね、やっぱり、あるね、あるし、なんかやっぱりすごくない？ 500 試合とか出てんだよ、西川さんとか。いや、もうすごすぎるよね。ねえ、だし東口さんとかも多分もう何年もずっと J リーグ出ずっぱりじゃない？そうだね。多分怪我以外は。うん。ちょっと、まあ、そのやっぱ出続けるってすごいよね、すごいシンプルに。その怪我しないでさ。いや、ほんとすごい、ほんとにすごい。どのカテゴリーでも試合に出続けるっていうのはやっぱ俺すごいことだなっていうのは思ってるから。うん。それをなおかつ J1 でずっと出てるってのはやっぱちょっと異次元かなって思う、うん、だけどあの安定したパフォーマンスをこう基本常に出してるっていうのはすごいなって思う、何年も。さ、あのメンタル的なさ、なんかちょっと、なんか浮き沈みじゃないけどさ、なんか前はあったじゃん、そういうの。ああ、めちゃくちゃあったね。それがさ、今もうそういうの全くなくなったの？ああ、やっぱ結構なくなったね。もう気にしないことした、うん。おお、まあ、そこら辺は多分次もあんまり、いや、戻ったいける、今いける、うん、戻った、あ、オッケーオッケーオッケー、で、わる、なに、次がなんちゃらかんちゃらいや、次もあんまり気にしないじゃん、その、いや、もう次みたいな、うん、そうだね、そのミスしてもそうだし、うん、試合負けたりしてもそうだけど、うん、そこら辺ずっと一緒にいて触発されたのもあるし、うん、やっぱね、あ、もう気にしてもしょうがない、正直言って、うん、ね、一個一個ね、次だって、次もすぐ試合来るし、あ、おうおう、そうで、なんかもうプレーもさ、うん、なんかもうどんどんすぐプレー、次のプレー来るじゃん、あれミスしても、うん、なんかそんなんでなんか逆に落ち込んで同じミスを2回3回してる方がよっぽど印象悪いし、うん、だそういうなんかマインドにはなって、今はもうほとんどしてないから、やっぱりそれ、さ、なんかそういうきっかけみたいなのあったの？そういうふうにもう前向きに考えるしか なくなった状況とかさ、なんかきっかけがあったりしたの？いやでも、今言ったけど、お前と2年間一緒にやってて、そういう思考にはなってたけど、うん、それ実際はこう実践できてなかったけど、うん、そうだね。徐々にそれこそ、時が経つにつれてさ、こう、カテゴリーも上がったりしていく中で、うん、そう、もう
カテゴリー上がってなおさらそこら辺はこうちょっとなんつうの大事なのかなっていうのは気になって、うん、あ気になったというかこう気にしだして、あのマリノスの時に練習中にさ、うん、ミスするじゃん、うん、でサッカー系にさ、あのサッカーだから今やってるサッカーだからさ、うん、こうどんな選手でもミス絶対ミスするの普通に、うんうん、だけどなんかもう気にしてないというか、うん、いい意味でいやそんなん気にしたとこで、うん、そうまたすぐ次のプレー来るから、うん、ちょっとミスしたぐらいじゃもう何ならこう謝んないぐらい別にああごめんごめんぐらいで、はい、もう次のプレー行くんだけど、うん、俺は結構なんかそこ気にしててやっぱワンプレーワンプレーこうミスしたら、うん、ついていけてないなとか、うん、そういうのでこうあ今のパスちょっと俺が変に出しちゃったからミスしちゃったのかなとか、うんうん、そういうこう変なこう考え持ってたんだけど、もうそれだともう逆に自分がミスするんだよね。そうやっぱある程度変なパス来ても、うん、J1 とかだったらやっぱり収めなきゃダメだし、あその苦しいボール来てもそれでなんかどうにかこう回避しなきゃダメなの。そう。だからそっちにベクトルをみんな向けてるから、うん、どんな悪いパスが来ても、うん、もう失敗したらもう全部自分のせい。そう自分の力が足りなかっただけ。ただまあどんどん来るから切り替えてやんなきゃダメだからみたいな、うん、なんかそういう話はしたことないけど、うん、なんかそんななんかマインドでやってる感じがしてたから、うん、そこで、ああ、つぶとしがなんか言ってることって本当に意味で言ってることってこういうことなのかなって感じ出して、うん、カテゴリー上がってやっぱそこ J1 行って、そこら辺はもうより、うん、ああ、引きずっちゃダメなんだなっていう、うん、もう引きずっちゃダメなんだなと思ってる逆に、引きずらないようにしようじゃなくて、引きずっちゃダメなんだなっていう気持ちで今やってるから、うん、正直、いや見え方からしたらもしかしたら悪くない、あ悪いかもしれないけど、自分のミスとかで失点してもあんまりいい意味で気にしてないです。ああ、はいはいはい。そうそう、試合終わったら自分でちゃんと反省するけど、うん、そ試合中とかは別に正直もう何とも思ってない。まあ、しょうがないね、ミスするからみたいな。人間だしみたいな。まあ、それぐらい、ちょっと。そこさ、マジで鍵変わったよね、多分。多分変わったと思う。うん、そこも多分一つ、あれだよね、プレーが安定してきてる要因にもなってるかもね。うんでもそれが自信持ってやれてるからこそ言えるんだろうね、多分な。いやー、多分そうだね。うん、それもあると思う。前だったら結構その、なんか一個見せる、うわ、マジごめんみたいなさ、結構、ね、申し訳なそうに結構みんなに謝ってる姿、結構さ、今思ってもさ、あったよなって思うもんな。うん、そうだね。あの、必要以上に落ち込んでる時あったかもしれない。そう、あったあった。まあ、今でもこう謝ったりはするけど、うん、正直そこまでそうなんつうんだろう、昔ほど多分引きずって謝ってる感じではないと思う、うん、いや本当にこう、うん、ごめんごめんっていうか、俺のミスだから、うん、そう、今なんか取り返してよみたいなぐらいの、うんうん、顔に出したもんな、表情に出したもんね、昔はね、もうどんよりしてるもんね、この自信なさげになっちゃってさ、うん、そこはでもマジでパギが大きく変わったところかなって思うかな、本当に、うん、明らかに考え方というかさ、うん、なんかレベルの高い質の高い方に振り切ってるところあるよね。ああるね、あるある、ていうかそれもある、うん、正直言って、うん、そこはすげえ感じる。よかったよ、だからあのカテゴリーやっぱ上げれて、うん、マリノスみたいな強いチームでやれたのは、うん、上手い選手とやれたのは、うん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 、今のさパギのさその夢とか目標とかってあんの、今の。いやもう一回優勝したいね。おー、J1。優勝、ピッチで味わいたいね。俺、退場してるからさ。お前の LINE の未だにこれだもんな。未だに。そう、これ。未だにこれだもんな。もう一回優勝、やっぱり優勝ってマジ簡単にできねえなと思って。いや、ほんとだよな。2年連続優勝してるけどさ、訳が違うもんな。うん、そう、訳が違う。訳が違うよ。もう一回やっぱあの喜びをピッチで味わいたい、うん、だからあの時はもう俺どちらかってもうさ、うん、あ申し訳ないなって思ってたの、あやっぱ退場した瞬間は、ま、0-2で、うん、だけどもうベンチ帰って、うん、あのピッチ上がってくる時は、うん、もう俺もう何とも思ってなかったんだけど、うん、ただこうやっぱり最後笛鳴った時にピッチに立ってないことにはちょっと悔いが残っててかなり、それなだってウィキペディアにも書かれるぐらいだもんな、なあ一回ピッチで味わいたいなっていうところはあるな。それからやっぱり個人としてやっぱりなんかベストイレブンとかやっぱ狙えるとこにいるから狙っていきたいなっていうのあるよね。J1 行くとさ、そうだね。そういうね、個人表彰されるようになるじゃん。うん、もうキーパーは正直さ、結構さ、もうやっぱ代表クラスの選手がいっぱいいてさ、うん、そこにこう食い込むのってなかなか難しいじゃん。
そう、難しい。うん。今でさ、パギもさ、もう、目に見えるような結果残してるけどさ。うん。それが、この、今、日本のトップでやってる選手を追い抜くってなるとさ、もう一つ、二つ上に行かなきゃいけないかもしんないじゃん。いや、そうなの。ね。だから、そこら辺が、今な、何が足りないかっていうのは正直まだ見えてない。ああ。多分、勢いでやってるとこまだあるじゃん。まだ言っても J1、3年目で。ちょっと、怖いもの知らずで言ってるとこあるけど、これでもうちょっと J1 でもっと長く試合で続けるってなったら、うん、ただそんな勢いだけじゃ多分やっていけないから、そう、まあ、そういうさっき言った西川さんとか東口さんとかその権田さんとか、まあ、そこら辺の選手出てるトップトップで出てる人のやっぱりこの佇まいとか、そういうの見て、やっぱちょっとなんかこう盗まないと盗んでこう真似していかないと、まあ、そういうところには手届いていかないのかなっていう、なんかあれだ、大人になったな。もう32を形って俺らそんな成長するな俺らもう32だな、もう本当に。いや、もうやべえよ。ああでも多分32でも俺らあの年代集まったら多分バカみたいなはっちゃけるだけだけど、いや多分そういうところは変わんないよ、うん、いや変わんない、絶対変わんないから、うん、もうでもやっぱサッカーに対しての向き合い方とかはさ、本当俺ら変わったなって思うよね、うん、あもうん、やっぱ、うん、あれだよね、上見てさ、うん、いろんな人たちとサッカーすることやって、うん、刺激もらってね、うん、あ、もっとやんなきゃなっていうのは改めてね、うん、多分、うん、俺らは多分そのイメージはしてたと思うけど、うん、改めてそこをね、うん、なんか、あ、本当にやっぱこうしていかなきゃダメなんだっていう、なんて言うんだろう、しっかりこう目に見えるようになったんだろうね、そこが、うん、そうだよな。特にパギはもう本当いろんなさ、選手、子供たちからさ夢を与えるような存在になってるわけじゃん、今。いやどうなんだろうね、まあ、特殊なことやってるからね、まあ、キーパーとしては。まあなあ、でもな、本当こうみんながさ、この下のカテゴリーから上に上がれるっていうさ、希望を持てた選手ではあるからさ。いや、まあそこら辺、次としても一緒でしょ、別に。まあ、まあね、俺はな、そのもっとその J1 とかってさ、まだいけてるわけじゃないからさ。いや、うん、J1 でこう、レギュラーになって優勝するっていうのはさ、やっぱみんなパギの話とかするよね。あ、本当に？で、めっちゃする、めっちゃ。うちのチームでも結構パクがとか言ってて、あいつクソだよって、毎回。そうね。あの、つぐ、逆も一緒。いや、つぐとしてやってる選手多いね、俺の周り、マジで。あ、そうな。それこそマリノス行った時はさ、つぐあれじゃん、アドとさ、マエちゃんがいて。あ、そっか。で、あの、突然来た時はさ、まあ、つぐと、がっつり被ってないけれど、なんか田代くんとか、そっか、あと島でしょ。おー、島かね、うん、島。で、山下啓太でしょ。あー、そうだ、結構いるな。そう、いるね、俺結構、だから。そうだね。そこで、俺もそんな感じだ。あ、次の、あいつね、あいつね、あいつね、みたいな。もう、あいつねの瞬間にいろいろここら辺に浮かんでるもんね。いろいろ、そう、何喋ればいいかな、みたいな。余計なこと言うなよ、お前。いや、言わないよ。いや、ぼちぼちちょっとね、喋ったから、うん、まあ、最後に、どうしよっかな。なんか、今の藤枝マヨシーに、なんか、なんだろう、思うこととか、サポーターに向けてとか、なんかある？え、でも、ちょいちょいまだ連絡くれるよ、サポーターの人、やっぱり。あ、そうなん。なんか、SNS で。うん、嬉しいよね、気にかけてくれてんのは。まあね、でもまあ、藤枝もさ、まださ、サポーターがすごいさ、めちゃくちゃ多いってわけじゃないじゃん。うん、うん。まあ、昔に比べたらね、増えてるし、でも、いろんなこと変わったじゃん、藤枝。そうだね、確かに。ね、もう俺らが一番最初にいた時とはもうね、うん、もう別のチームぐらいの、別の会社ぐらいの勢いじゃん。そう、もう本当に、俺が帰ってきて結構びっくりしてさ、もう知ってる人ほとんどいないし。ああ、そうだね。逆にもう名前ある選手多いし。そう。経歴があってね。そう。だからほんと変わったなっていうのと、まあ、やっぱ上に目指してるチームなんだなっていうのは、すげえ、うんうん。いろんなの変わって、ほんとに。ライセンス降りなかったっけ、それは。そう、J2 ライセンスも降りてて。ねえ、そうだよね。だから、あと結果出せば上がれるっていう状況だから、すごいよね。そうだよ、ほんとに。スタジアムはいい普通スタジアムだし、かなり。ねえ、多分、あそこが多分芝生のところ回収、してとかってなってくると思うんだけど、多分ね。で、あそこに、あの、座席作ってってことね。そうそうそう、多分ね。めちゃ雰囲気いいよね、そうなったら。
そうだね。めっちゃ好きなんだよね、藤田のブランド。うん。そうそう。だから、でも藤田は、まあ、今の俺をこう育ってくれたようなもんだからさ、あの時も意外、うん、ハイラインやってたし。ああ、そうだね。そう、裏いっぱい飛び出せって言われたし、うん、で、ビルドアップもさせてもらってたから。うん。キーパーから繋ぐっていうのは、ね、その時からやってたもんね、藤田の時から。やってたじゃん、そうそう。だから、うん、なんか、あの時の経験ないと今絶対いないと思うし、うん、そうそう、あの時結構苦しかったし、確かにそうやりながら結果出てなかったからなかなか苦しかったけど、うん、まあ、その中なんかどういう風にね、なんかプレーしていかなきゃダメかとかっていうのも学んだし、うんうん、いやなんかもう俺が今ここでこういうカテゴリーでサッカーできているのにこう欠かせない2年間だよね、あの藤田っていうのは。ああ、確かにね。あ、だから、うん、まあやっぱ、まあ、そこでたとえさ、まあ、チームとして結果も出てなかったかもしれないけどさ、確実にさ、あの時の経験が今に生かしてるってさ、胸張って言えるもんね。うん、確実。もうめちゃくちゃいろんな面で成長させてもらった、うん、本当に。だそういう生き方をパギはしてるもんね。うん。うん。そこは多分うまくいかなくても、やっぱ多分マインドとかって多分今あんま変わってないと思うんだけどさ。変わってないね、確かにね。うん。だそういうところはやっぱ経験がちょっと高くなったか。うん。うん、要求はちょっと高くなったかもしれない、自分に対しても。もっとやっていやんなきゃいけないから。そうそう、目に見えて分かるじゃん。今何が必要かっていうのが、もうトップでやらせてもらってるから。そこぐらいかな。うん、まあ、ほんとこう、我慢してじゃないけどさ、自信持ってずっとこう続けてきた、継続してきたことが今、うん、さ、こうやって、あの結果につながってるわけだじゃんね。うんうん。まあ、でもさ、俺もつぶすだけど、やっぱサッカー好きよね、普通に。ああ、それは間違いないね。なんかやっぱり飯とか食いに行ったりしても、うん、最初はなんかこうふざけてるけど結局はサッカーの話になること多い、うん、ね、うん、真面目になんか、そうだね、それあの時だったら本当に行きたいよねとか、うん、そうそう、うん、そういう話も含めてだけど、うん、プレーの話だったりもそうだし、うん、そうやっぱあサッカーマジで好きなんだなっていうのはやっぱり一瞬ですごい感じるから、うん、そこ結構大切かなって俺思うんだよね、うん、好きじゃないと思うとさやっぱ結構辛いこと多いじゃん、やっぱサッカーでも、そうだな、うん、思い通りにいかないことも多いし、試合出れない時はとことん試合出れないし、うんうんうん、そうだね、そう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 、だから、うん、そういうやっぱ苦しくてもやっぱ続けられてるっていうのはやっぱ俺らサッカーただただ好きなんだろうなって、うん、それは間違いないね、うん、昔からだからそのサッカーが好きだからこそさ、ぶつかったりさ、なんかこう、うん、いろんなことをさ要求したりさ、要求し合ったりさ、うん、なんかそういうのあったよね、昔からあったもんね、そういうのはね、うんうん、そうそう、うん、まあやっぱそう、うん、まあね、今この子供たちがさ、まあ、うん、こうプロを目指してうまくいかない選手とかもさ、ちっちゃい子供たちいるかもしんないけどさ、うん、やっぱそういうパギのこのやってきたことっていうのをさ、ちょっとこう考えてさ、やってもらえたら嬉しいよね。そうだね、まあ俺だけじゃなくて、まあ、次も一緒にやってきたけどさ、うん、次も社会人でずっとやってたし、仮だとかでも、うん、そうそうそう、だからなんかまあ諦めずにやってほしいよね、自分信じて、うん、自信持って、うん、なんかそうそう、それはもう本当に、いや本当に自信と自分信じることはマジで大事、それはもう次年に学んだ俺は、あお前はもう本当にこう、うん、自分信じてたし、うん、ね、めちゃくちゃもうあの過信家だったな、だからそう本当にこう外から見るとね、それぐらいのイメージだけど、でも、うん、実際それで有言実行してからちゃんとこう俺らの中では早く J2 とか上がっていったし、ちゃんと、うん、しっかりこうカテゴリーね、上げてやってたし、うん、だからそこら辺は、あ、やっぱそういう生き方が大事な、生き方というか、うん、プロセスは間違ってないんだろうなって自分信じてやり続けるっていうところは、うんうん、そこだけだよね。まあそうだな、お互いがこう刺激し合えたっていうのが良かったかもね、本当に。うん、そうだね、確かに、うん、声が来てるよね。あ、声聞こえる？ああ、オッケーオッケー、うん、オッケー、じゃあとりあえずこんなもんで終わりにしましょうか。ああ、うん、止まってるぞ。あ、声聞こえるよ。あ、オッケーオッケー、聞こえた聞こえた聞こえる、オッケー、もうクソマジでつまんなかったな。ちょっとカメラ意識しすぎたね、だいぶ。そうね、ちょっと、うん、いやでもカメラ怖いからね、残っちゃうから。ちょっと俺後であの消せるとこあったらちょっと消すの頑張ってみる。ちょっとやった。藤枝前 FC の背番号9番大石嗣俊選手です。じゃ、
今期の意気込み、今期って何だっけ、あと何だっけ、今シーズンの残りの意気込みかなかったかな、うん、今シーズン残りの意気込みをお願いします、はい、まあ、今チームが苦しい状況ですけど、まあ、少しでも順位を上げて、まあ、この昇格できるチームっていう風なチームを作り上げていかないといけないと思うんで、それに向けて、まあ、自分ができることをやりながら、まあ、結果も伴うような準備っていうのをしていければなと思います。それと今シーズン個人での目標をお願いします。個人での目標、そう、まあ、個人はまあそうですね、まあ、こう昇格できるような点が取れればなと思ってたんですけど、まあ、そういうことを言ってられない状況なんで、まあ、とにかく自分が次の試合1点でも取れるような、いい準備をしていきたいなと思います。期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次、やってくれる選手は、ほほ、はい、枝村選手です。枝さんお願いします。はい。俺からのお題、蹴っ飛ばし小僧を書いてください。